大家好，我叫スニーカン。ということで本日も始まりましたスニーカンの脳内。はい。本日はですね、僕非常に憤慨怒っております。はい。被害者かなりたくさんいます。すごく悪質な問題でございます。この動画を見た方はですね、この件を友人に話すとか、まあ、拡散していただいて、さらなる被害者を増やすことを止めてほしいです。はい。まあ、なんでこんなに僕がですね、怒っているかというとですね、メルカリでですね、コービー・ブライアントのですね、コービー・アカデミーの偽物を売ってる方がいるんですよね。うん。しかも悪質なのが、この方、評価がたくさんあって、なおかつ、本人確認をしている。めちゃくちゃ悪質です。はい。ことの発端はですね、友人から LINE 来たんですね。コービーの渋いロンティー買ったーって来たんですよ。ほんで、おい、何？僕コービーめちゃくちゃ好きなので、あ、じゃあ見たいなーと思って、どんなんって来たメルカリの、アカウント送ってもらって、見たら、あれ？えらい転売価格やのに安いなーと。まあ、定価がだいたいナイキのドライフィットのロンティーって7000、8000円ぐらいするんですよ。やのに、もう価格が7100円で売ってる。おかしいなーと思って、実物を友人から借りてきたんですね。あるんですけど。やっと、これドライフィットの質ちゃうやんって感じなんですよ。明らかにドライフィットの質じゃないし、他の随所で偽物っぽいなーっていう思う部分があったんです。幸いですね、友人は受け取り評価をしてないので、ちょっともうそこから僕と変わってくれと、やり取りを、取引メッセージのやり取りを僕と変わってくれって言ったので、言って、取引メッセージを僕が全部送りました。ほんで、めちゃくちゃ僕は切れました。そんな取引メッセージをですね、あと、フェイクバスターズにも鑑定出しました。で、ナイキジャパンさんの方へも連絡しました。むちゃくちゃ怒ってます。絶対にこいつを潰したい。マジで死ね死ねって思いました。で、コービーのね、名前を汚すな。ほんで、偽物を売るな。マジでこれで、収穫を肥やしてるこいつ、懲らしめたいと思いました。はい。そんなですね、やりとり、鑑定結果などなど、ナイキ公式の回答など、オープニングの後、紹介していきたいと思います。ということで、オープニングの方へ鼻息荒い、レッツゴー！許さん偽物ゴー！オープニングの方から戻ってまいりました。はい。ではね、まずメルカリの取引メッセージを見ていきたいと思います。ではまずこちら、 NBA 大好きマンさんがね、この的場77バスケ、こいつ悪質。はい。商品を購入させていただきました。最後までよろしくお願いいたします。まあここ普通ですよね。その後お待たせしていた商品の発送が完了しました。到着まで今しばらくお待ちください。普通のやり取りですね。で、お世話になってます。こちら、ここからが僕です。ここからスニーカーになりました。お世話になってます。こちらの商品はナイキの正規ライセンス品でお間違いないでしょうか？本物であればドライフィットの文字が右下に記載あるはずなんですが、なぜないのでしょうか？あと首元のナイキのタグの配列が違うのはなぜでしょうか？って送りました。これね、なぜ僕がそれを気づいたかというと、eBay っていうサイトで本物売ってるんですね。本物が結構高い2、3万で売られてるんですよ。その首元のタグと、今、ある、偽物のタグ、偽物じゃないんですけど、このメルカリの出品者から送られてきたタグの配列が、全然違うんですね。なんで？って思うじゃないですか。で、送ると、ご連絡ありがとうございます。ナイキ大中核本部の流商センターで購入したものなので、正規品ではありません。しかし、品質不良の場合は、返品返金対応しております。以下の住所に、ご返送ください。こちら受け取ってから検品済みの上で返金手続きいたします。110。よろしくお願いいたしますと。は？でね、僕このナイキ大中核本部の流商センターって何ですかと思って調べたら、なんかあるっちゃあるんですけど、ないっちゃないんですよ。わけわからんサイトが出てきて、ここほんまにあんのかって。僕ね、上海にも友達がいるので、で、上海の友達に連絡したんですよ。これあるかって言ったら、いや、そこはあるけど、商品を買うとこじゃないし、エンプロイヤストアでもないって聞いたんですよ。全
然ここで売ってるわけないんですよ。はい。どこやねんと思って。で、上海の友達が、上海のナイキの友達に聞いても、ないって回答があったんですよ。ってことは、ないんですよ。こんなとこないんですよ。はい。で、その後ですね、ナイキ大中核の流暢センターの存在しませんが、どういう意味ですかって送ったら、大中核エリアの本部で調べたらわかると思います。いや、調べて大中華エリア本部って何ですか？何省のどこにある施設ですか？友人がナイキに勤めてるんで聞いてみますって僕が送ったんですよ。これ本場なんで。はい。聞いたら、ぜひご友人に聞いてみてくださいって聞くにも詳細教えていただかないので聞けません。何省にあるどういう施設ですか？ほんまにわからなかったんで聞いたら、なるほどです。上海で。上海のどこですか？上海の友人聞いたらそのような場所は存在しないということですか？これほんまに。そうなんですよ。存在しないというか、ないんですよ。嘘ですよねって言ったら、住所送ってきたんですよ、この住所。中国上海市陽光区、ちょっとわかんない、99号の、陽片2002-438ってことでね、来たんですよね。で、ここで購入した商品に間違いないですよね。嘘じゃないですよね。僕は念押ししました。すると、こちらショップはないですが、どこで購入、こちらで購入されたんですよねって、もう一回聞いたら、はい、来ました。こちらの店舗はナイキ公式のサイトでも載せています。Google で検索すればわかると思います。商品に関してお伝えできるのはこれ以上です。ちなみに自分はナイキ原宿でドライフィットのロンティーを何枚購入しましたが、もうこれおかしい。日本語おかしい。何枚か購入しましたが、ドライフィットの文字が右下に記載していないデザインもあります。本物ではないと思われるのです。今すぐ返品してください。着払いでも叶いません。よろしくお願いします。ここが、やばいとこ。これね、ああ、もうじゃあ、偽物返品したら、話はここで終わってしまうんですよ。相手は、ずーっと偽物を販売しております。なので、クレームが来たらすぐ返品するっていうのを、分かってるんですよ。クレーム来たらすぐ返品する。んで、返金で話は終わる。なめんな、お前、こらって思うんですよね。はい。で、おはようございます。承知いたしました。では、的場様自身がこちらの店舗で購入したということですね。当然、領収書もしくはレシートありますよね。ね、こんだけいっぱい購入してる、購入履歴いっぱい、販売履歴がいっぱいあるのに、レシートがないわけない。なかったらおかしいって思って送ったら、なんと、返答が。それは保存していません。返品はいつ頃になりそうですか？逃げる気満々。こいつもう逃げようとしてる。ややこしい客に絡まれたで。俺はこれを YouTube でも TikTok でもインスタでも上げる。こいつをマジで逃がさん。はい。って思ってます。めちゃくちゃこの時イライラしてます。だから明らかにコービーのことバカにしてるでしょ、これ。ね。偽物販売して。はい。で、いやいや、これからナイキチャイナとナイキジャパンおよびフェイクバスターズなどに連絡します。ナイキジャパンには知り合いたくさんいるので、あなたが嘘を認めない限り徹底追及します。あ、怒ってます。はい。当然メルカリにも連絡済みです。嘘を認めないで、今ですよ。最後通告です。最後通告です。はい。で、ここから、無視続きます。はい。1日無視されてます。なぜ返信ないのですか？本日第三者機関フェイクバスターズに鑑定出します。もし偽物と鑑定あった場合は警察に被害届を出します。そういうことなんですよ。こういうねやつはねほっとけない。マジで偽物を販売、こんだけ本人確認して悪質にやらかしてんのやけど、マジで捕まれ、いけ、はい、と思うんですよね。で、ここで僕は第三者機関のフェイクバスターズに鑑定を出しました。ね、ここまで打って、俺これ本物やったらどうしようって実は思ってるんですよ。いや、僕も別に見る目あるわけじゃないんで、まあある程度わかりますよ、偽物本もね。そんな完璧な目はないので、ちょっと心配ながらちょっと強気で言ってるんですよね。はい。で、ここで、もし正規品の場合は高評価にて受け取りいたしますと。ね、はい、本物やったら受け取りするし、僕はもう謝るつもりでした。すいませんでした。って、生きてすいませんでした。ほんまにあったんですねって。はい。ここで、フェイクバスターズに出した結果が、こちら！非正規品でした。そりゃそうや、お前。これが本物なわけがない、お前。舐めんな、俺よ、アホが。アホがよ。はい。これが偽物なんですよ。完璧に偽物来ました。はい。フェイクバスターズで偽物来ましたね。まあ、簡易結果なんですけど、まあ、簡易結果というか、十分わかるぐらい偽物ってわかりやすいんですよ。非正規品、クイック鑑定なんですよね。はい。これ画像いっぱい送りました。偽物です。で、僕は、もう少し気になったので、フェイクバスターズさんに問い合わせしました。どこが偽物だったんですかって問い合わせた結果ですね。偽物と判断した理由を教えてください。出品者及びメルカリに伝えたいです。コービーファンなので出品者が憎いです。これ僕の言葉です。ほんまに出品者が憎い。コービーをバカにすんなど。はい。はい。で、この度はご利用いただき誠にありがとうございました。もう誠に申し訳ございませんが、鑑定画集や鑑定技法などは社内機密になってお伝えできないのが規則となっております。まあまあ、それはほんまにそうですよね。まあ特許みたいなもんですから。はい。しかし、せっかくです、ございますので、簡単に本モデルの鑑定において重要と言われている鑑定画集を一点お伝えさせていただきたいと思います。選択表示タグ。上記箇所において、非正規品特有の特徴が見られたり、正規品と見比べて明確に違いが お分かりいただける場合がございます。今後にご活用いただければ幸いです。他にもご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。またのご利用を心より持ち申し上げております。と。
洗濯タグがそう明らかに偽物だったんですよ。僕もずっと思ってました。ほんまに偽物。後で実物見せますので、はい。めちゃくちゃ憎いです。で、取引メッセージに戻りたいと思います。フェイクバスターズに鑑定してもらった結果、非正規の時鑑定結果が出ました。海外正規店購入は嘘ですよね。だんまり決め込めると思ってるんですかと。はい。こいつだんまりです、このカス。はい。返答、ショップで購入した税金です。商品に不備があるなら返品してください。そう。逃げようとしてます。明らかに逃げようとしてます。返品したらもう文句ないやろと。お前は黙れと。どっか行けと。違うんですよ。俺は偽物が許せないんですよ。返品返金は当たり前。偽物が許さない。こいつがずっと出品し続けていることが許されないんですよ。ずっとこの間にもこいつ出品し続けてます。被害者増え続けていってます。マジで許せん。で、どこのショップですか？偽物の売ってるショップですよね。横なの？正規品じゃないか？偽物売ってるショップですね。あなたが偽物を継続に販売してることが問題なんですよ。ってことを伝えたら、正規品って言ったはずです。不満あるなら警察に連絡すれば。はい、連絡します。お前は捕まえます。警察が。何しとんねん、こいつ。ね。その後、送りました。Facebook Busters で偽物と鑑定回答いただきましたが、鑑定が間違ってるということですか？こいつ？鑑定バカにしてる？で、フェイクバスターズで偽物と回答いただきましたが、鑑定が間違ってるということで2回送りました。なんでだんまり決め込むんですか？はい。21時間前。全然返信返ってきません。はい。これでですね、もちろん、この間にもメルカリにも問い合わせしてます。メルカリに問い合わせした結果が、こちら、フェイクバスターズにて鑑定した結果、非正規という結果をいただきました。出品者は返品にて話を終わらせようとしていますが、このままでは被害者が増える一方です。出品者は明らかに悪意を持って出品しています。常習性も感じます。取引メッセージでいただいた購入先でも販売利益はありません。メルカリ側からどういう対処をするんですか？はい。こんなに偽物って明らかに分かっているのに、メルカリ、天下のメルカリは放置しているのか？こいつらは。メルカリ。はい。で、はい、メルカリに来たお手合わせありがとうございました。順次ご案内します。待てよと。はい。まあ、簡単に言うとそういうことですね。で、その後、帰ってきました。この度はお客様にご不安な思いをおかけし申し訳ございません。事務局にて内容を確認したところ、取引相手に対応が必要なので、支給取引メッセージをすることに事務局から通知ね。はい。で、取引は相手がご連絡が必要に応じて取引メッセージの返信をお願いします。なお、キャンセルで返品完了をもって取引キャンセルを行っております。お客様のご不安は、ね、はい。ね。こういうことなんですよ。全然こういうことなんですよ。でも僕は、これじゃ嫌なんですよ。返品で終わったらずっとこいつやり続けるやん。ね。で、送ったんですよ。偽物を継続的に販売しているにも関わらず、メルカリ側から対応なしですか？いや、普通っすよね。なんで対応ないねんってな。はい。これ対応しろよ、メルカリ。って送ったら、お問い合わせありがとうございます。まあ、ここご連絡いただいた取引相手については、事務局で調査の上、厳正な対応を検討しておりますと。はい。運営管理上対応の詳細はお伝えできませんと。はい。とにかくお前は返品して黙っとけと。メルカリに言われました。まあ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 、いいでしょうと思って、最近ですね、つい直近で、こいつの出品欄見ました。こちら。的場バスケ。全部、多分ね、ライトバーンというか、赤はバーンされてます。全部、出品消して、逃げてます。ね。逃げてもいいけど、勝った分は返品しろ。もしこの動画を見て、ここから勝ったやつあったら、鑑定出すかなんかして、絶対偽物やから返品させた方がいい。偽物着続けるってことは、自分の価値も落としてます。はい。自分の価値を落とすんですよ。本物つけようよ。本物の着ようよ。僕もコービー好きな気持ちがあったから、これ買う人の気持ち分かるんですよ。ほんまに。やのに、偽物売られて。で、こいつが悪質なのは、偽物って分かりにくいところ。ね。ナイキの知識がないとは騙されます、これ。確実に。絶対にこいつ許しちゃダメです。こいつは絶対に許しちゃダメです。ほんまにこの動画を広げてもらいたいです。はい。まあ、それは置いといて。来ました。偽物。じゃじゃーん。こちらでございまーす。明らかに偽物。こんなドライフィット伸びません。こんなドライフィット伸びません。こんなドライフィット質じゃないです。まあ、ここで僕は思いました。まあ、友達のやつなんで、返さないといけないんですけど。はい、見てください。これ、ドライ。ね。いつもやったらここに品番書いてますよね。書いてません。で、この中のタグ。なやこれ。これタグです。合格書。見たことない、こんなタグ。で、ここもね、正規品とは異なるんですよ。ここ。もう、スケスケ。スケスケドライフィット。こんな透けません？ドライフィットは。はい。見てください。ここも配列違います。いつもと。で、フェイクバスターズさんからもいただいた洗濯タグは、この中についてる部分ですね。この洗濯タグは中についてるんですよ。これが明らかに偽物。お粗末なんですよ。これ。見てください。なんじゃこりゃ。こんな文字見たことない。ね。ほら。お粗末。明らかに偽物なんですよ。文字もね、ちょっと見にくいんですけど、なんなんこの韓国のタグ。
こんなんないぞ、ナイキの正規品に。ふざけとるんか、こいつは。ね、これを返品しろ、返品しろって言ってね。で、ナイキジャパンにも連絡しました。ナイキジャパンには、0120のね、コールセンターに電話して、で、僕はもう、このことを12分間伝えました。で、ナイキも、メールを送ってくれた、この出品者の。で、厳正に対応するか、僕、こいつの返品先の住所も知ってるんで、全部送りました。はい。で、ナイキジャパンも、一応これは調査に乗り出してくれるという回答はいただきました。はい。本当に許せないです。もし、もう一度言います。ここで勝った人がいたら、絶対にメルカリに連絡するか、こいつに取引メッセージを送るかで、返品させてください。こんなんで返品対応しない場合はもう警察捕まります。こんなもん偽物継続的に売ってんの捕まります。どう考えても知らぬ存ぜぬじゃまかり通りません。はい、というわけですね。いやー、今回はね、これ偽物です。これフェイクです。フェイクです。ほんまにカスです。やってることはカスです。こいつにやってることほんまに許しません。偽物販売業者めちゃくちゃ許しません。バリ腹立ちます。いやーね、次回は警察に被害届出しに行きます。こんなもんですね。ああ、本当にこの動画をですね、見た方、友人とか。で、こいつも、メルカリから通報してください。で、住所も分かってるんでね。はい。ということで、本日の動画が良いと思った方は、グッドボタンを。悪いと思った方は、グッドボタンを。いいよな、今回の動画は。なら、ためになるよ。はい。もっとスニーカーの脳内を見たいと思った方は、ぜひぜひ、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。本日は少しね、怒ってる場面が多い。耳心地の変えれない、巡る思いを気にしない、はい、また次回お会いしましょう。バイバーイ。港に海の未来、怖い日本みたい、思い返して午前0時前ステーキなホリデー、夜の街へ出かけては Stay with my friend、 いつだって絆家庭、また周りに恵まれ Make my day。